どうもこんにちは。今日はね、一般公開動画でお送りするんですけども、まあ、ある特定の方への返信動画になります。テーマは2つなんですけどもね、1つはね、沖ノ島についてちょっと2つほどお話したいと思います。まず1つ目のテーマが沖ノ島で、その中で2つですね。1つはですね、ちょっと画像を切り替えてご覧いただきましょうか。切り替えます。沖ノ島の動画です。動画じゃなくって沖ノ島のホームページなんですけども、この階段をね、駆け上がる馬の姿が見えると思いますけども、沖ノ島ってすごくちっちゃいね、島なんですよ。島の大きさとかはちょっと調べてないんで申し訳ないですけども、島根県からフェリーでトントントンと渡ってですね、行くところなんですけども、人口が百数十人だというふうに聞いてますけども、ちょっと勘違いでしたらすいません。まあ、そのぐらいちっちゃい島だということで、お祭りはでもね、盛んに行われてるんですよね。ここで見るだけでも、これ見てください。花池神社祭霊風流桃手祭りってやつがありますよね。これがまずあると。弓を引いてる男性の姿が勇ましいですよね。それから伏瀬の山祭りっていうのがあります。これが4月ですかね。で、沖いぐりタコ祭り、こういうのもあるんですね。で、まだありますよ。沖国分寺、まあちょっと漢字がもう続きますね。もう読みませんけども、尺投げとかね、こうやったお祭り、巫女さんのお祭りとか、しげさ踊りパレードっていうのはね、ありますよね。こういうふうにお祭りがいっぱいあるところで、私がね、このね、島を知ったのはしげさ踊りパレードってやつですか。あのしげさ節っていうね、民謡があるんですよ。で、これを教わってる時に、沖ノ島って人情の花が咲く花の島なんだなっていうふうに歌詞の中にもあるんですけども、ね、それで知ったんで、まあ、どうしてもここね、行ってみたいなと思ってるんですよ。ありましたね。しげさ節全国大会ですね。まあ、ここにしげさ節の全国大会が設定されてますんで、この5月の第2日曜日はですね、今年はなかったみたいですけども、沖ノ島文化会館というところで全国から集まった人が歌って踊って、そのね、普段の稽古の成果を競うみたいなところがありますよね。その他にもね、たくさんお祭りあるんですよね。こんな小さな島なのに沖ノ島夏祭りっていうのありますけども、ほら、露店がかなり出ていて賑やかですよね。いや、このホームページすごくしっかりできてますね。牛のなんか闘牛もあるんですね。というところで沖ノ島っていうのが一つ縁深いところだなと思ったわけですよね。で、もう一つがこれです。沖ノ島出身のジュノンボーイ、ね、可愛すぎる高校生っていうのがいるんですけども、これ男の子ですからね、すごいでしょ。これはね、ちょっとやそっとで、これだからすっぴんなわけなんですよ、これが。まあ、ちょっとメイクはしてると思いますけども、高校生の時代の写真が今、左上にありますけども、身長163センチでこの姿ですよ。可愛すぎる男子高校生ということで、なんかね、テレビで取り上げられて急に有名になって、で、今モデルになってるらしいですよね。いや、これね、すごいですよね。もう、で、声もね、女の子っぽいんですよね。なんかね、聞いたことがあるんですけども。で、話題になったので、この小さな沖ノ島っていうところが、いろいろとね、知られることになったっていうことなんですけどね。はい、というところですね。ちょっと一旦動画の方撮りましょうか。動画じゃないや。画像の方は切り替えさせていただいて、こっちに戻りますね。まあ、ということで、沖ノ島、ぜひね、行ってみたいところだなと。しげさ節っていうのの、その、元になった島をね、見てみたいなっていうところで、縁深いなと思ったわけなんですよ。で、今日二つ目の話題なんですけども、これはね、やっぱりこう、どうしようかなと思ったんですけども、もう一回だけこの話をさせてください。それは例のね、福岡の、幼稚園の、5歳の男の子がね、バスの中で、お亡くなりになってしまったという話だったんですけども、まあ、いろいろ問題点ありますよね。なんでだろうっていうのが、すぐに思うのが、園長先生が自ら送迎バスを運転しなければならないような状態だったっていうことが、だから送迎に乗っちゃうと、園全体のもう見守りができないですからね。だから園長先生はやっぱり、
保育園幼稚園に在駐していて、まあ、顧客対応とかお問い合わせとか、まあ対外的な交渉とかもあるでしょうしね。それから続々と来る園児さんをお迎えしてあげるっていう立場にいなくちゃいけないと思いますよ、監督者として。少なくとも運転手をやっちゃ、それは急場をしのぐところはしょうがないんですけども、状態化してるってのは良くないですね。まあこれはね。であともう一つはやっぱり送迎のバスってのは添乗員が一人いないといけないと思うんですよ。だから二人でバス一台っていう感じですよね。それが運転手だけっていうのは、これはね、路線バスじゃないんだからダメでしょってことなんですよ。小さな園児さんをお預かりして、シートベルトにこうね、固定しながら運転するわけじゃないですか。その辺どうだったんですかね、これ。ちゃんとシートベルトに園長先生がね、ドライバーしながら一旦車から降りて、でシートベルトつけて安全確認して、また運転席に戻ってみたいなことやってたんでしょうかね。なんかどうもそんな気がしないでもしないんですよね。うん、まあこれは私の勝手な思いなんですけども、あとね、やっぱりね、これもまだ憶測の域を出ないんですけども、どうもこの園長先生は保護者の方に対してとか、お預かりした子供たちに対して結構ね、支配的だったのではないかというふうな話が出てきてました。うん、まあこれはね、本当かどうかわからないんですけども、そういう話題がずっとあったことはあったらしいんですよね。まあ恐れられる存在になっちゃいけないですよね、やっぱりね。いつも味方で優しい園長先生っていうのを保護者の方もお子さんも期待してるはずなん でそういうところでね、後付けで今いろんな悪いところがピックアップされてるのかなっていうところもありますけども、これも捜査が入って分かることかもしれません。そうですね、なんかちょっとまだまだいろいろとね、思うところありますよね。やっぱりこう、この園長先生のお話じゃないですけども、降りたと思ったけど確認してなかったっていうのは随分な言い回しだなと思いますよね。いや、確認するもんでしょうと思うんですよ、乗ってる園児さんが何人であろうともね。で、1人とか2人だったらそれはわかるでしょうけども、もうちょっと人数ね、5、6人とか10人とか前後になってくると、さすがに確認しないと自信持てないじゃないですか。でなおかつ車内にいることを確認せずに鍵をかけて出ていくかなと思うと、これなんか折檻の一つとして閉じ込めてね、故意に鍵を閉めてしまったんじゃないかなっていう風な感じもするんですよね。もちろんこれも私の憶測の域は出ないんで、こんなこと言うべきじゃないのかもしれませんけども、私がね、もうこれ保護者だったら、前も言いましたけども、差し違えてでもね、私はね、やり返しますね、こういうのは。それが事故であろうと過失であろうとも故意であろうとも関係なしですね。そのぐらいだと思ってるんですよ。他人に我が子を預けるっていうのは、それこそね、腹を切らせる思いで、私はそういうふうに思いますね。だから相当親が見抜けないといけないと、その預けるところ。ただね、やっぱりここに待機児童問題っていうのが入ってくるんですよ。もうね、我が子を預けないと暮らしがちょっとね、いろいろと不自由がかかるっていうのもわからないでもないんですよ、やっぱりね。自分の子供が邪魔なのかっていうふうな意見もありますけども、いや、そういうもんではなくって、やっぱり一定時間は家庭運営をね、潤沢にするために、子供をね、誰かに預けて、その間にいろいろと支度をするってこともありますんでね。いやー、だからね、なんかこう、幼稚園保育所に入れられるだけでもよかったみたいな、こう保護者心理ってあると思うんですよ。それこそどこでも、もう何人でも受け付けてくれるわけではなくって、これぞまさにね、顧客が選べない状態っていうことなんでしょうね、きっと。だから幼稚園とか保育所の方が立場が上というところがもしあるんだとしたら、園長先生が一定の支配権を持ってしまうっていう構図も成り立つのかなと思うんですよね。まあそういうのも込みで、もうちょっとね、幼稚園保育園のね、こう職員の方には待遇をもっともっと、まあ、国の支援も込みで上げてほしいなと思いますし、それから場合によってはお預けする費用がありますよね。あれをもっと値上げしてもいいから安全を第一にしてほしいなと思います。もうお金には変えられないんでね。で、私がね、年間で150万ぐらい
インターナショナルスクールにかかってるんですけども、これね、今回の事件があって、200万でも300万でもいいから、本当に職員さんは余裕を持った教育なり受け入れをしてほしいなって、本当切に思いますね、これは。そのぐらいは我が子にはね、いくらでもかけてあげたいなと思いますし、まあ、我が子にお金をかけないんだったら一体何にかけるんだと思っちゃいますよね。もちろんこれは所得の大きさからこんな私の発想が出るかもしれませんので、誰もがね、そうではないと思うんですよ。でも私はこの事件を見てね、でもやっぱり、金が物を言うのね、形になっちゃいけないなと思いましたね。それからやっぱり子供たちはね、誰もが思うのは将来のこの国を作ってくれる人であり、将来の私たちの、まあ何と言いますかね、まあ老後を見てもらうではないですけどもね、私たちのこれからの時間にも関わってくるわけですよ。今生まれた子っていうのは10年後には確実に10歳になりますし、20年後には20歳になるんですよ。当たり前ですけどね。で、私たちも40代50代になってしまったら、10年後20年後も同じような人生が続くのかなっていうふうな、そんなにね、変わり映えない日々はなかなかないんですけども、やっぱり生まれたばかりの子供10代20代っていうのは日々がね、本当に目覚ましく変わりますしね、それこそ無限の可能性を叩いてるんで、まあ、みんなが当事者としてね、まあ、もちろん直接の家族にはなれませんけども、自分の子供だったらどうするかなっていう気持ちで、先に生まれたものは、まあ、温かくね、守ってあげる必要があるんじゃないかなと思うわけなんですよね。まあ、少なくともこういう事故事件でね、失われていいわけはないなと思いましたね。まあ、なんかその保護者の方、お母さんがね、なんかこうインタビューに答えている場面があったんですけど、インタビューってものではなくほぼ隠し撮りみたいな感じだったんですけども、もう慟哭ですよ。分かりますよ、その気持ち。もう返して、私の子返してって言われてるところとかね。それから昨日なんですけども、8月1日は一緒に水族館に行く約束をしてたらしいんですよね。どんなにか楽しみだったでしょうね、まあ、それがもうこの悲劇ですから。で、なんかそのご兄弟、お兄ちゃんかなんかがいたみたいですよね。で、やっぱりそのご兄弟も心配して、どうしたのって言ったら、やっぱりお母さんがね、死んじゃったのっていうふうに伝えたらしいんですよ。朝は元気に行ってきますっていうふうに出かけてたらしいですけども、まあ、それがいつものように出かけていくその元気な後ろ姿が、まあ、最後になってしまったというね。もう本当ね、それこそその日たまたまお腹を壊して行くのを休んでいればどんなに助かっただろうかとかね、その日が大雨で炎天下でなければ脱水症状になることもなく、なんと助かっただろうとかね。まあそんなね、もしを言ってももう始まりません。もう失われたものは帰ってきませんからね。ただやっぱりこう、私たちはこういうことを忘れてはいけないかなと。これ繰り返されてますからね。2年前ぐらいもこういう事件あったのを私ちょっと思い出したんですけども、5年前とかもあったりとかね。定期的にその園児さんがね、1歳から5歳ぐらいまでのちっちゃい子が、その車内にもう通園ですか、通園のバスの中に置き去りにされて、そのまま鍵をかけられて中で死んでいたみたいなことっていうのは定期的に起きるんですよね。これ事故なんですかね、はっきり言ってね。あ、ちなみに私がインターナショナルスクール通ってるところからは全体通知が来まして、今回の事件を重く受け止めてスタッフへの意識徹底をしますみたいなことがあって、さすが対応早いなと思ったわけなんですけども、でもやっぱりね、勝手なことを言いますけども、子供を見てね、親の顔が浮かぶぐらい親にインパクトがないといけないなっていうところもあるんですよ。私はそう思うんですよ。その今お亡くなりになった方にインパクトがなかったっていうことを言いたいわけじゃなくて、やっぱりね、あ、大和くんが来た、あ、お父さんお母さんちょっとなんか大事にせないといけんなっていうふうなね。なんか園の人と保護者の人間関係をもっともっと濃くして、場合によってはね、ちょっとプラスアルファで寄付を出したりとかしようかなと思うぐらいですよね。ちょっとこれって寄付金、これでなんか使ってくださいよみたいな感じでね。でも寄付金の額が渡せて10万とか言って100万なんで、渡すのが恥ずかしいですよ、こんな金額だったらね。
ね、どんどんね、1000万ぐらい渡して、このぐらいの金額じゃ大したことできないと思いますけど、まあ何かに使ってくださいみたいなことは言えればいいんですけども、ちょっとまだそこまでの身分じゃないんで、うん、まあ何でも金で動かすっていうのも気持ち悪いもんですけどもね。まあでも寄付で成り立つところもあるっていうのも事実なんで、幼稚園保育所っていうのはね、財源が本当に乏しいですから。で、職員さんの待遇っていうのはすごく絞られてるんで、でいて早朝とか深夜に及ぶ勤務、休日もいろんなお問い合わせに対応しなくちゃいけないと思うとね、やっぱりこういろいろと抱えるフラストレーションが大きいだろうなと思うんですよ。それこそね、我が子にできないことを他者の子供に毎日やってあげてるってところに産むギャップもあるでしょうしね。ということで、やっぱり、なんかこうね、いろいろと思いやりがいるなっていうことと、時間は有限なんで、ぼんやりしてる暇はないなと、さらに思いましたね、今回のことで。もっと頑張って稼がないとな、というところですね。そして人を稼がせないとなと思いますね。なんかよく言うんですけどもね、なんか、周りの人に影響を及ぼせるぐらいの、稼ぎを持ってないと稼いだことにはならないみたいなことを言ってね、言う人がいて、今ちょっとそれを思ったんですよ。一緒にいる人が、ああなんか自分の月収とかに近づいてきたなとかっていうのを、やっぱ塾の運営とかしてみると見ることはあるんですけども、それはもちろんとね、鞭入れていかないといけないかなっていうところですね。まあおこがましいわけですけどもね、他者に何か施そうなんていうのはね、偉そうなことなんですけども、ただやっぱり誰かがやらないといけないんで、その誰かにちょっと挑戦しないといけないかなと思いますよね。やっぱり何かの力を私は、ま、神様か何かから与えられてると思うんでね、それを使わないといけないですよね。謙虚謙遜も行き過ぎると単なるサボりですからね、私に言わせればね。だから私の立場ではとてもとてもっていうのは、まあ言ってみればサボってるような状態だと思いますんで、まあ俺に任しとけよぐらいのことね、言えるぐらいの、まあ実績と勇気を持っていこうかなというところでございます。じゃあ以上です。